皆さんこんにちは、阿久津弘之です。皆さんこんにちは、菅谷隆です。今日は競国記念です。競輪選手がチャレンジしてみたという動画をチャレンジしてみたいと思います。今日はどんな挑戦ですか？ワンニャンフェスティバルに突撃取材してみた。ワンニャンフェスティバル、もしかしてマキビちゃん、ぱっと見はいなそうだけどどっかにいるのかな。阿久津さんのところでワンちゃんは苦手なんだけど、ちょっと心配なんだけど大丈夫かな。それ昔なんかトラウマか何かあったんですか？学校の帰り道でちょっと野良犬に追いかけ回されちゃってじゃあ今日ぜひ克服できるといいですね。克服して帰りたいと思います。頑張ります。頑張ります。じゃあちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。マキビちゃんどこですかね。どこにいるんだろうね。あ、いたこんにちは。こんにちは。こんにちは。なんか今日はイベントがあるって聞いてきたんですけど、はい、どんなことをやられてるんですか？はい、ちょっと保護犬と保護猫のことを皆さんにお伝えしたいなと思って、ワンちゃんに来てもらって触れ合うようなコーナーを作らせていただきました。ちなみにどんなコーナーがあるんですか？まずいろんな知識をちょっと一つでも持ち帰ってもらいたいなということで、クイズラリーっていうのを作りまして、壁沿いに5問並んでるのでそちらをやってきていただいて、でゴールした後にちょっとした景品を準備したのでくじ引きに挑戦してもらえるコーナーと、あとはワンちゃんが10匹以上来てくれてるので触れ合ってもらうコーナーと、あといくつか資料を準備したのでそれを読んでもらえるコーナーの3つ準備しました。はい、僕犬が苦手なんですけど、はい、仲良くなって帰ります。はい、頑張ってください。阿久津さん、今日来てるワンちゃんたちらしいんですけど、吠えられないようにちょっと優しく行きます。ちなみにどのワンちゃんが？ボスです。ボス、あ、いいですね、ボス。五感さんにちなんで僕はモカちゃんが一番可愛い風に見えます。じゃあちょっとボス君を探しつつ見てみますか。はい、見てみましょう。はい、このワンちゃんなんか優しそうですね。手の甲の匂い嗅がせてからの方がいいです。おー、はい、ありがとう。ね、怖くないよ。なんかちょっと小刻みに震えてますね。プル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 してる。怖くないよ。阿久津さんが怖いじゃないですか。サラマル君並みに震えちゃうかもしれない。そうですよ ね。スキンヘッドの人いて怖いよね。見た目ほど怖くないよね。いや、今のところはまだ柵があるのでなんとか大丈夫です。帰るまでに仲良くなりたいですけど。はい、僕のお気に入りのこのモカちゃんです。この子はモカちゃん、どうもこんにちは。モカちゃん、はい、こんにちは。あー、さよなら。あ、来てくれた。阿久津さん、モカちゃん、こんにちは。阿久津さん打ち解けてますね。モカちゃん大丈夫？怖くない？かわいい。あの子がボス君だ。ちょっとなんか元気が良さそうだけど大丈夫かな。そうですね。ボス君、ボス見た感じは、あ、ボス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 来た。はい、ボス君。ボス君、ボス君、あー、行っちゃった。ボス君、あー、来た。阿久津さん吠えられてますよ。あー、どうも。はい、こんにちは。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 はい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 。いや、正直ちょっとドキドキしてます。なんか見た目は可愛いんですけど、あの恐怖心がちょっと一瞬頭をよぎりますね。あそこでも白いチワワ克服して。そうだね。帰りたいですね。行ってみますか。行ってみよう。白い方に。白い方に。ニゴくん、こっち向いて。もうでも子供の時ほどなんか恐怖心ないんじゃないですか。まあワンちゃんが小さいからなんとか。あ、コナちゃん。コナちゃん。コナちゃん。あら。
阿久津さんもうすでに克服してますね、これ克服して克服に入ってますね。ほなちゃん、あー、ほなちゃんそこでちょっと一発ガブッとガブッと、ほなちゃんなんとか仲良くなれたような気がします。ほなちゃんなんとか克服できました。阿久津さん、今日ワンちゃん触った感想はどうでしたか？自分が子供の時に思ってたワンちゃんのイメージはだいぶ違うんで、かなり可愛いと思います。あ、よかったですね。じゃあ克服できたってことでいいですか？そうですね、まあ克服できたと思います。よかったです、おめでとうございますありがとうございますいや、もうなんかもうこの絵の通りギザギザ耳、あ、命の大切さっていうのも広めていきたいな。阿久津選手のサインをかっこよくしよう。恥ずかしいですね、はい